しっかり支える気の字で。あっちしたらあたり動くんだろ。ほぐれないようにやって。ちょっとおい。両襟持ってさっきの背負いに逆はやんなくていいから。それで普通に払い腰じゃねえか。さっきの背負いに入るぐらい腰落とすんだよ。入ってたろ、あの感じで払い腰だけで足が。だから低く入れっつってんだよ。なんでお尻を右ってやるんだよ。手引いてねえじゃねえか、全然前に。落ちるってか。
こうやるんだよ。ここで抱っこしてるような感じで前にもう一人いると。だからなんでケツをひょいひょいってあげるんだよ。一本足の足は上げて、膝が曲がったままだよ。そう。膝が曲がったままでいいの。高くなったら後ろの人が越えられねえだろうが途中で。分かる言ってみる。相手が越える瞬間にお前らこう高くなっちゃえば相手越えられなくなっちゃうじゃん、その点数は。最初の高さでいい。相手が越えて